チンバリ多いな。相手も苦しいところ。何を狙っている。中足が刺さる。マジか。追い詰めた。ここが大事。こかしてからの。わあ、割ったんねー。体力差はある。次はどの危険な距離だな。さあここ気合い。いやー、反応できなかった。狙いは良かった。まだいける。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。わかい、上は見えている。うわ、投げまやば。全然下がれねえな。切り替えていこうが重要になる。投げが決まった。心の隙を埋めて大きな。うわ、そうなんだ。あの飛び蹴りどうすりゃいいんだろう。テンション上げ上げ。危険な状況は続く。一瞬で壁際に連れ込んだ。うわ、まだか。若干の体力差はついたが、まだまだカウンターが入る。大なし、マジでやべえ。逃さないこと向けの間合い。画面端に追い詰めた。ここが大事。ゲイモケ。大なし、マジでどうする。うお、ちょっと。まあでもなんか守ってるとやっぱきついっていうのは。両者気合は十分。つなげるチャンスを増やしていく。今のはかなり良かった。ドライブゲージを使い切った。この状況回復できるか。阻止するか。投げるにはやや遠かったか。ナイス。壁から逃さないことを優先。徹底している。飛びは通さない。体力もゲージも上で画面端。後がなくなった。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。 TCK でコンボを伸ばす。これはうまくヒットせず。壁際も相まってだがかなり激しい戦いになっている。ここでバーンアウト。残りわずかな体力。コンボをしっかり決めて KO まで。差し合いの距離。上もステップもある。DC 選択からのチャンスはノーワンチャンル。インパクトは通さない。落ち着け。相手も苦しいのは同じ。マジでここはナイスガード。当たらない。大きな隙を探すぞ。両者体勢を整える。決着。おい、マイクオフになってた。めっちゃ喋ってたけどマイクオフになった。これマジでやべえな。うわ、ちょっとガチ君にも言わなきゃダメだぞ。あんなファイヤーとかやってるガチ君のところ。いやー、ミスった。いやー、キンバリがマジで強え。中段からコンボと、あと飛び蹴りみたいのもあるし、時速すらからコンボとか、あと設置技もやばい。ランクマキンバリーしかいない。ランクマにキンバリーしかいないんだけど。いいんじゃない。でスライディングが弾抜けてくるのもあるし、あと対空が結局いろいろ飛び蹴りだったり、あと肘で急降下だったり、対空が面倒で、対応して勝とうとするとマジ で攻めなきゃいけないけど、向こうの立ち中継が長い。そっからコンボ食らうし、だからこう守って戦おうとすると向こうの攻め対応しきれないし、攻めようとすると立ち中継が、あと向こうの台足に攪拌がねえ。台足に攪拌がねえのがやべえ。お、キンバリー以外のキャラが来た。注
え、チュンリー絶滅してない？え、待って待って、これ昇竜すら間に合わないんだけど。これやばい。やば、これ。いや待って、これ角ファンねえのよ。マジで終わってって。角ファン取らせて。判定やっぱ。やば。マジでどうすんだこれ。いや。これで無敵技まで持ってっからな。わー、ちょっと昇竜が。いや。うわ、ちょい、マジでさ、あの技。え、言ってた？まーた、キンバリオン。おー、キンバリーしかいねえ。これ、まともにやったら逆にダメなんじゃない？今の当たんねえ。わかんねえ、これ。なんで、あれマジでやばいんだけど。あれだ、まともに戦っちゃいけないで、あれだ、こうだ。いや、またキンバリ。おい、待って、なんで、嘘でしょ、今の間に合わねえの。空中迎撃、試合の終盤、ここからの一発はもらえない。プレイヤー1、待って、なんで、嘘でしょ。見た目と全然なんか。うわ、届くのマジか。いやー、てかコンボミスマジで多いな、ほんと。うわー、ほら、これなんだよな。この組み合わせはもうまともにやらないっていう。いや、でも結構人に、相手のタイプによるな。結構なんか、あの、飛び蹴りで突っ込んでくるタイプだったら、パリーガン見してジャストパリーを取るのと垂直置きまくるで、どっちみちスライディングとか飛び蹴りで突っ込んでくるから、垂直置きでいい気がするけどな。昇竜耐久もなんかジャンプ攻撃置いてたら潰せたし。で、相打ちでもダメージ勝ちしてたから、やっぱ垂直置くのは結構ありそうだ。で、結構なんか気になるのはジャストパリーした時に派生が出てなかったから、ジャストパリー取ると派生出せなくなる。タイミングが、ファイブでも V シフト取るとなんか派生出せなくなる系の技いくつかあったりする。それ系かも。